皆さんこんにちは、水木青です。今日は大量のブルダック麺をいただきました。ありがとうございます。今日はこちらのブルダック麺を使ったブルダック生春巻きを作っていこうと思います。それではどうぞ。チーズブルダック炒め麺、激辛ブルダック炒め麺、こっちから火が燃え上がるからさ、極辛ブルダック炒め麺、辛さの極み、カルボブルダック炒め麺、カルボブルダックトッポギ。あ、これレンジで作るの。激辛ブルダックトッポギ、蓋を軽く乗せてレンジで6分、お湯を全部に注いでいきます。こんなになんかいろいろ作ったことないんやけど、すごすぎる。こいつ乗せとこっか。じゃあ4分待ちます。ちゃん、うわお、すげえ。それでは作っていきます。まずはライスペーパーを水にくぐらせます。んで、ここに、じゃあチーズから入れます。で、くるむ。はい。楽しい。これで一つ目完成です。じゃあ、どんどん作っていきます。激辛のところには、チーズを入れたいと思います。はい、うわぁ、美味しそう。あとは適当にくるんでいきます。完成しました。すごい。今日はファンタグレープです。ASMR 風邪魔だ。うわ、楽しみ。プルダック麺の生春巻きことプルダックサムというみたいです。早速食べようと思います。いただきまっちょ。どれから食べよう。今一番食べたいのはカルボナーラなんで、ちょっとカルボナーラからいってみたいな。じゃじゃーん、こんな感じです。もうすごいもちもち。いただきます。うん、食べやすくてめっちゃもちもちしてて美味しい。どれがどれなんだっけ。どれがどれ、これチーズやった気がする。これチーズのチーズやと思うけど違うかな。え、怖いな。いただきます。うん、あ、チーズ入り美味しい。めっちゃ辛い。何これ、辛っ。チーズほんまに、これめっちゃ辛い。
やばい、ほんまにどれがどれか分からへんくなっちゃった。もう一回カルボナーラ食べよう。普通にうん、ありがとうカルボナーラ。プルダックさ、みんな平気でパクパク食べてるけどさ、辛くないん？めっちゃ辛いねんけど。ちょっとこれいってみますか。何か分からへんけど、多分激辛系やと思う。ちょっとまだでもな、ちょっと治ってないのな、色が。いってみよう。いただきます。うん、おいしい。うん、これ辛い。いや、マジか辛い。ってことはこれもっと辛いやつじゃん。それかこっちが辛いあれかな。いただきます。これ一番辛い方かも。辛い、めっちゃ辛い。いただきます。うん、マヨネーズいい感じ。本気で辛いわこれ。飲み物が進む進む進むくん。次トッポギ。うん、まこんな回し食べして幸せやなって今すごいね思いました。まあこんなになんかいろいろもうこれってこれこれこれって食べることないから、ほんまに辛いな。やばい、めっちゃ美味しいんよ。生春巻きにすることによって食べやすかったりとか、もちもち感が増したりとか、めちゃめちゃ美味しいんけど、中がほんまに辛い。うん、これでさ、普通にさ、みんな笑顔でさ ASMR とかよくしてるけどさ、すごいねんけど。いや、私普通ってなってまう。ほんまに辛い。でも美味しい。やっぱこれチーズやと思うねんけどな。チーズもめっちゃ辛いな。もう結構これはほんまに怖くて、今もなんかみんなが思ってる以上に辛い。なんかもうビビっちゃって、もうもう怖くなってきた。怖いな。ちょっと後でこれ生卵を入れて食べたいな。いやー、でも本当にね、美味しかったです。美味しかったし激辛やし、これはすごすぎる。気になる方はぜひ皆さんもやってみてください。私はカルボナーラのチーズをね、引き続き食べ続けようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー、バイバーイ。うまっ。